If you love me, would you say something? Yeah. If you love me, would you love me, would you? If you love me, would you say something? Yeah. If you love me, would you say something? If you love me, would you? しようと思って録画ボタンを押したって感じ。それはピスタチオのねトートバッグが届きましたね。これは受注販売だったんで、もう手に入れることはできないんだけど、すごい大きくて使いやすそうなんで、ね、DJ するときとか結構入りそうだから、ここにこの間の新百合ヶ丘のときもここにパソコンとか入れて余裕で持っていくことができました。買えた人はラッキー。この間チットチャットで DJ したときにいろいろいただいたんで、これはチットチャットのコンピレーションアルバムで CBS の曲が入ってるんですよね。5月の嵐、どんな曲なんだろう。あとカズ菊池さんの7インチをなぜかもらいました。このマスクはなんかドスカラスっぽいね。マスカラスじゃなくてドスカラスっぽいっていう、なんかちょっとフロート好みなジャケットになってますね。トラックはなんか毎日作るようにしてるけど、最近あんまりいいのができなくて、向きになって一日に何個もワンループを作りためてみたいなことを今週は繰り返してたかな。なんか昨日の夜一個気に入ったのができたけど、もう一回聞き直したらもしかしたら気に入らなくなってるかもしれないね。なんか作ってる時はすげえいいみたいな、いいのできたみたいな気持ちになって聞いてるけど、次の日朝起きて
もう一回聞き直すとすごいダサいなみたいな、昨日と全然聞こえ方が違うみたいになってボツになることが結構あります。桜がすごい顔でこっちを見てる。